ではこのバチエリタイプの重ね襟を着物にセッティングしていきます。まず着物のスナップボタンを留めて着物の襟を半分に折っておきます。そして重ね襟の中心を確認してください。この重ね襟の中心と着物の背中心をぴったり合わせて、でこういう2色出る場合の重ね襟の時はこのようにして確認してください。どの面が出るか裏向けると黒が出ます。こういう風にしっかりどっちの面が出るかを確認してから中心同士を合わせて着物の襟と重ね襟2枚を一緒にこのピンかクリップ、専用のクリップ持って貼ったらそのクリップで留めましょう。で、中心から一手幅ずつのところにもクリップを留めます。合計3箇所留めます。着物の襟と重ね襟を一緒に挟んでください。この面は後ろに当たるところなので隠れます。こんな感じで留まりました。はい、それでは重ね襟の付け方をご説明します。まず着物クリップを留めて腰紐を締めておはしょりをだいたい整えたところからスタートします。下前右の襟ですねを先に引き出してください。出した方がやりやすいので出してください。まず襟を少し折ります。どのあたりで折るかというと溝落ちとおへその中間の高さで、襟を折ります。幅は真半分よりちょっと広めにしてください。どういうことかというと着物の襟は一番上のところが真半分になってます。だんだん広がっていくのがかっこいいです。なので真半分じゃなくてちょっと広めに折ってください。そしたら重ね襟と着物の襟を一緒に持つんですけど、重ね襟は5ミリ出るようにこんな風に5ミリだけ薄く線が出るようにして少し差をつけて一緒に持ちます。で両方ピーンと下に引っ張ってください。反対の手で下から上にしごきます。しごくやり方は人差し指を着物と重ね襟の間に人差し指を入れて中指は内側、一番内側に入れて親指は外側に入れて外側に置いて下から上にスーッとなぞっていきます。しっかり引っ張りながらしごく下から上にスッとしごきます。すると5ミリ幅ですっと薄い線ができます。一番上は全部同じ高さです。半襟がこう三角形に出るようにこの位置を変えます。上の方に持っていくと半襟は隠れます。こっちに持っていくと出すぎますんでちょうどいいところに持ってきて、でここに後輪ベルトを留めましょう。後輪ベルトを留める高さは溝落ちとおへその間の高さです。重ね襟が5ミリはみ出るようにしてずらして留めます。上前、つまり左の襟をかぶせて左の脇から後輪ベルトを出して外側を通って反対側に持ってきましょう。そしたら右手でこのチョキの形で後輪ベルトの金具を挟みます。右手は自由に使えるようになります。で反対も同じようにやっていきますね。溝落ちとおへその間の高さで襟を折ります。真半分よりちょっと広めにするんでしたよね。で重ね襟も一緒に持ちます。5ミリずらして両方ピーンと引っ張って下から上にしごきます。人差し指は着物と重ね襟の間、中指は一番内側、親指は一番外側に入れてスーッとしごきます。上は全部同じ高さです。白い半襟が両方均等になったらここに後輪ベルトを留めるんですけど、今度は高さ、左の後輪ベルトの高さと同じ高さに留めたいので左の
法輪ベルトの金具を手探りで探します。あ、ここゴリゴリしてるからここやなってわかると思うので、ここと同じ高さに留めてください。重ね入りは5ミリ出るようにずらして一緒に留めてください。で、ここまで来たら絶対背中にシワが寄ってます。法輪ベルトの下でシワを伸ばしてください。紐の真ん中を持って法輪ベルトのすぐ上に引っ掛ける感じで置きます。で、後ろでクロスして横でギュッと締めたら前で蝶々結びしましょう。この紐むっちゃ肝心です。この紐によって後輪ベルトがギュッと収まって襟がぴったりつきます。で、伊達締めで固定しましょう。伊達締めの高さは帯からはみ出ない程度です。帯がこの辺に来ますんでちょっと下げときます。これで重ね襟の完成です。